ントは25対20で JT マーベルスが取りました。現在セットカウント1対0 JT マーベルスがリードしています。話を伺っていきたいと思いますが、さあまずは、今日のゲーム振り返っていかがでしたか。はい、スタートのところでなかなか自分たちの流れがつかめずうまく入れなかったことが多かったんですけれども、しっかりそこをゲームの中で修正して勝ち切れたので良かったと思います。はい、そしてね、今シーズンキャプテンとして、活躍してくれておりますが、いろんなプレッシャーがある中、僕は見てる感じなんかすごくコート上でもなんか笑顔がいっぱい出てていい雰囲気かなと思うんですが、どうでしょうチームの雰囲気は。そうですね、すごく一人一人がこう考えて動いてくれる選手が多いので、はい、キャプテン助けられてます皆さんに助けられてると、はい、どうですか、練習中は結構やっぱ厳しかったり、本番はこう楽しかったりっていう結構メリハリっていうのはできてるんですか。
結構メリハリはそうですね、練習中はまあ小さなところまでしっかり詰めて、うん、お互いに要求し合うところをまあやっていこうというふうにやってるので、はい、そこは意識してやってますし、でも試合ではもう思い切ってプレーコート上で表現するだけっていうことを言われているので、それがしっかりできていると思います。練習で厳しく、そして本番は楽しくというところでできているということなんですが、さあホームゲーム、このたくさんのね、ファンの皆さん集まってくれましたけど、どうでしたか応援の方は。はい、すごく会場が緑色に染まっていて、すごく力をもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね、緑に染めましたからね。では明日のゲームに向けて意気込みを聞かせてください。はい、今日はまあスタートのところでうまくいかないことが多かったので、明日はスタートからしっかり自分たちも勢いを持って入っていきたいと思います。はい、明日はねスタートダッシュも決めていくということで、それでは、今日集まってくれた皆さん、そして V で、ね、見てくれている皆様に、メッセージをお願いいたします。今日はたくさんのご声援ありがとうございました。ホームゲームということで、明日も皆さんの力を借りてしっかり勝ち切れるように頑張りたいと思います。明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の VOM 背番号6番田中瑞希選手でした。改めて大きな拍手をお送りください。さあ、それではですね、選手の皆様ご整列いただきます。